と今見てると、まあ、リードされてるのもあるんですけど、やっぱり余裕がちょっとうまく使えてないですよね。エベルトン、山中、いいボールだ、シュート来た、同点、森脇決めて1対1、追いついたレッズ、土壇場で追いつく、1対1、振り出し。やっぱり山中の入れるボールにちょっと絞りすぎて、あのグランダーがちょっと読めてなかったですよね。森脇の値千金同点弾、山中グランダーナイスアシスト。これでも山中の入れたボールも簡単ではないんですよね、はい、結構狭いものを通しているん で、はい、で力むとボールが上がったりするんですけど、ちゃんと抑えて、でそれに森脇もうまく出てきてるんで、これはやっぱり山中の左足っていうのが大きな変化を生みましたよね、はい、東京が久保を入れてアクセントをつけたのと同様にレッズは入った山中。